どうも、ガラです。お願いします。ということで今日は将棋クラブ24やっていこうと思います。お願いいたします。よし、めっちゃ久しぶりに将棋クラブ24やるんですけど、ちょっとね、今ね、2509でギリギリ6段維持しているっていう段階なんですけど、これはね、多分お互い負けた方がもしかしたら降段するんじゃないですかね。降段をかけた将棋ということでお願いいたします。ちょっとねドキドキものなんですけど、やっていこうと思います。よし、頑張ろう。しかもね、相手がね振り飛車っぽいんですよ。これ振り飛車なんでだいぶ苦戦しそうなんですけど、まあ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 24だったらね多少時間はあるんで、ちょっと頑張れればなと思うところです。はい、ちょっといつもよりはちょっと真剣に、いや、いつも真剣ですね。うん。おかしいな。言ってることおかしい。うん。真剣に頑張っていきます。で、これまだちょっと相手が居飛車の可能性も全然あるんで、あ、これで、はい。これで振り飛車確定なんで、まあ一回下回って、これでまあこっちも右試験確定ですね。で、まあ、場合によってはこれ、3五歩から3四銀ってやってくる人もいるんで、ちょっとな、下回りどうだったかな。まあここで3五歩ってくる手もあるかもしれないですね。来ないか。まあ一回銀上がっときますか。もう。で、これで、まあ、いい手が、まあ、これいいか、別に。こっち後手番なんで、もう7五歩って言いますね。うん。囲って、これもね、7四歩って突きたいんですけど、7八飛車から7五歩を狙われる手があるんで、ちょっと気になるんですよね。なんで、まあ、7五歩、相手もね、7五歩って突いた瞬間に、こっちが、6五歩って仕掛ける手があるかもしれないんで、そこを警戒してるのかなという感じで、とりあえずエルモ右試験にしていきましょう。で、相手四間飛車なんで、まあ、どういう風に対応してくるか、まあ、5六銀って上がってくるのか、もし行くは、他なんかあるかな、まあ、7五歩から7六銀ってやるのか、うん、そこですね。そこのところちょっと考えながら指していければと思います。はい。で、そろそろもう7四歩ついてもいいかな。そうするとこっちももう陣形固まってきてるんで、まあ、というか相手がね、これ8八角のままなんで、別に6五歩って ついちゃう手もあるか。6五歩同歩8八角成同飛車、6五銀6六歩同銀同銀同飛車は5五角で、ちょっと嫌ですか。嫌ですか。だったら6五歩同歩8八角成同飛車に一回3三角と打って、それから6五銀と出る手もある。ただ一回ちょっと金は紐はつけときましょうね。これでもこっちもいつでも攻めれるっていう形になってるので、もう次6五歩って突く手は全然ありえますね。なんでここで、7七角って上がってきたら7四歩から7三桂をしていく感じです。なんで何もしで上がってこない、上がってこないか、上がってこない。6五歩は6五歩同歩に8八角なり同飛車に7九角みたいな手がありますね。なんでおそらく6五歩って突いた時に7七角って上がってくるんじゃねえのっていうことでしょうかね。迷うところなんだけど、一回ここついてみる。7五歩から7八飛車が気持ち悪いんですけど、ついてみようか。6五歩って仕掛けれるかな。いや、6五歩、7七角、6六歩同銀、まあ一回桂跳ねますよね、これはね。で、次桂跳ねると9五角っていう手があるかもしんないので、一回9四歩ってやっぱ端歩は入れておきたいですかね。まあここで相手が3六歩ってきたら8五桂って跳ねてみたい気もするんだけど、どうしようかな。まあとりあえず相手は5六銀型じゃなくて、まあ6七銀型で、うん、セーブしてくる感じですね。セーブじゃないかな、うん、保留してくる流れなので、まあ、一回これ端歩税金を払っときますか。で、次8五桂から6五歩と仕掛けていくので、なんかね、3六歩とかついてほしいんですよね。王様の小瓶が開くんで、その瞬間ついていきたい。で、まあ4七金でもいいです。4七金ってやると3五桂の手が残るんで、どっちもあり。で、場合によってはこっちも6一飛車とか引いといて、相手の手によってはですね。おっ、端歩受けてくるんだ。この瞬間攻めてきてほしいってことですかね。これ8五桂は8五桂8八角6五歩8六歩6六歩同銀6五銀はどうなんだ。わかんねえな。多分5五銀でしょうね。で、6六歩には6四歩と打ってきて、どうなのって感じですね。で、一回引くか。ちょっとひよってみよう。なんかもう一つ指してほしいな。どうするかな、これな。
まあ、こっちはもうね陣形固まってるんでもう攻めに行くしかないんですけど、まあ、ここで下手にね4一金右とか やっておくと逆に当たりが強くなるんですよね。例えば5二とから4一とがもう均等になっちゃうんですよね。で5二と5一とだったらほら4一と同金ってできるんで、おーなんだそれその手は知らないぞ。まあ、この瞬間行きたいですよね、やっぱね。行きましょう。8五桂跳ねて、多分ねこれ8八角って引いてくるんですよ。角引いて8六歩から桂馬を取りに来るんですけど、その間にいかに攻めれるかなんだけど、まあ、8八角6五歩8六歩6六歩同銀に6五銀5五銀の時なんですよ。時に6六歩6四歩5四歩6六銀同銀同角みたいな感じになるのかな。まあ行くしかない、行くしかない、行くしかないんだけど、その後の変化読みたいですね。ただ相手が一応これあのポイントとしては相手が4九金が浮いてる状態なんで、この瞬間にうまくさばければ優勢になるのは間違いない。でこれ同歩だと、8八角成同飛車に6五銀ぐらいですか、まあ、それから8八角成同飛車に3三角と打って、で相手の手を聞く、飛車が逃げたら7七桂成とかありそうなんで、この順が攻めれたのはちょっと嬉しいんだけど、ただね、まあ、苦手な振り飛車ってことでちょっと怖い、ちょっと怖いところはあるよ。まあ8六歩が普通ですね。8六歩6六歩5五歩は言っても読んでないな、5五歩は読んでないな、5五歩は読んでない。同銀は6五歩ってこと、同銀6五歩6六歩まあ、6六歩は同銀なんですよ。6六歩同銀5五銀は同銀ってやられて、6八左同金の時が6七歩って叩くと、まあ、6九金か、まあ、同銀が普通ですか、まあ、同銀かな、うん、同角もあったのかな、同角もあったかもしれないですね、まあ、これで、6五歩の時に6六歩6六歩ってやると同銀同銀同角同角同飛車はさすがに9九角くらいでいい気がするんで、まあ、6六歩は、5六銀って上がってくるのかな。で同銀同銀に6七銀同銀同歩成で角と交換して、いやわかんねえわかんねえわかんねえ、同飛車もあんのか、同飛車6六歩同銀同銀同角がないんで、同飛車はないか、やっぱ同飛車はないってことは6六歩しかやっぱないのかな。同飛車って6六歩と打たれて引いてるようじゃ8六歩突かれてダメですよね。打つしかないかな、打ちましょう。はい、同銀同銀同角同角同飛車9九角で、まあ6九飛車とかだったら7七桂ならずが両取りになるんで、まあ、同桂同角成って先に馬作れますね。先に馬作れるけど6四歩の伸ばしがどうか、まあそうなった時にこっちが6一飛車っても引いてるんで、あらかじめ当たりがそんな強くないですね。ただそんなに嫌じゃない気はするけど、あそうはマジか、全く読んでないできたよこれ全く読んでないですね。なるほどね、これさ1三角ってやると5七金で3三桂、いやわかんねえな、いや飛車走るとこれ5六歩って打ってくるんですよ。飛車走って5六歩打たれた時にこっちが攻めきれるかどうかなんだけど、多分攻めきれないんですよね。いやわかんない、やってみるかも、やってみるか。5六歩に6七歩成同銀4六銀で角交換して4六銀の時に7九角って無理やりすぎるか、ちょっと無理やりすぎますかね、当たり強いし、でもやるしかないんですよこれね銀引くのが、6四に引いてるのはちょっと微妙な気がするんだけど、まあ5七金ぐらいでちょっとやりすぎだと思うんだけどな。6六銀って引くのは微妙だよね。行くか行くか、ちょっと無理かな、ちょっと無理かな、分かんないけど、まあ銀出る手はないですよね。同銀で6六銀は同銀同角同角同飛車同飛車で多分それはないんで、ここでもう歩なったからにはもう4六銀と突っ込むしかないですけど、4六銀でしょ、いや微妙だよねこれね。まあでも相手の金が浮いてるからそこ唯一そこだけ
でこれで8八角成の時に同玉か同金かなんですけど、まあ同金でしょうね。同玉ってやるとやっぱり王手飛車のラインが常に残るんで怖い。で同銀で、取り返してきた時に7九角がどんだけかなんですけど、まあ、相手が一歩しかないんで6六歩と打ってくれれば、ね、例えば角車取って7九飛車の時に6九歩って打てないんですよ。それがちょっと狙いではある。まあこれは銀取ってくるでしょうね。うん。時に角打っといて、でこれで飛車が逃げれば銀取れるんで、それは優勢かなと思うので、ここでまあ6六歩ってやるのか、もしくは他の手なんだろうな、7三角とかぼんやりと打っとく。いやーでもどうなんだろうな。まあこの局面自体はこっちが一応銀損、うん、打ちましたね。取って先に飛車を下ろす。いやーこの瞬間行きたいんだけど、ちょっと行けそうな手がないですかね。まあ一回引くのか。飛車を取って4七飛車は多分3八銀打たれて飛車だけ取られちゃうんで、やっぱ引くしかないですかね。うん、まあ次、6八飛車成から7九飛車と打つ、あ違う、4七飛車ですね。4七飛車があるんで、まあ5七銀とか引いてくるのが自然ではありますか。ただ一応桂香を拾えれば、まあ、銀損っていうのを回復できると思うんで、うん、どうかな。なんとも言えないです、なんとも言えない。7八銀とか引かれたらどうしよう。7八銀大丈夫か。7八銀だとかやられたらそれも大丈夫か。飛車取って4七飛車があるんで、まあ、7三角とかが自然。ここでの指してかなり難しいんじゃないですか。ここかなり難しそうですね。あ、3八銀か。3八銀と埋める。3八銀と埋めれば飛車取って7九飛車は7八銀って引く手が、いや一応6六飛車って走れるな。なんとも言えないですねこれね。あーシンプル。まあそれだったら飛車取って4七飛車って打つか7九飛車って打つか難しいですね。すげえ難しい。まあ一回飛車逃げる手も全然ありますね。それも全然ある。飛車を取って、いやわかんねえわかんねえわかんねえ、すげえ難しいこれ。飛車取って同金に、まあ、一回取るか。いや、わかんねえわ。飛車取って同金に4七飛車は、まあ、3八銀、4六飛車成で交換になるよね。いや、桂香拾いたいんだよな、そうなると。一回逃げるか。いや、この時に3六角成とかやられたらちょっと気持ち悪いんですけど。でもこれで、一応飛車取って、飛車を取って7九飛車か4七飛車か、すごい悩ましいところですね。まあここで相手が8三角成ってやってくるんだったら、まあ、とりあえず飛車取って同金にまた難しいんですよ。4七か7九か。7九の方が個人的には好みなんだけど、そっち来るんだ。うん。ってことは4七飛車が嫌だったってことですね。まあこれはもう6五歩同歩3五歩同銀6号車は、まあ、ないよな。そんな無理だな。そんな7七金とか一回上がりたいんですけどね。ただ7七金と上がったところで、その金がね4号桂とか打たれてまた怖い感じになるの嫌なんで、とりあえずこれで多分相手は多分7三角とか打ってきてね、飛車香取りしてきて攻めてくるんでしょうね。いやこの飛車浮き6人飛車はもしかしたら握手だったかもしれないですけど、ちょっとよく分かんなかった。まあ、とりあえずこれで相手均等になってるんで、桂香は拾います。桂香拾って、この8号の桂が使えれば優勢になるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、多分3八銀って埋めてくるでしょうね。埋めてこないのであれば、なるほど。埋めてこないんですね。ってことは、多分7三角と打って飛車を引かせて、7二銀と飛車を取りに行きたいってことかな。なので7三角には、9二飛車って受けときますか、とりあえず。なんでここはとりあえず飛車取るしかないかな、桂取るしかないかな。うん。でこれで駒割りは、まあ、お互い竜馬作ってるんで、まあ、桂銀交換になってますね。で香車拾えれば、まあ、とりあえずちょっとだけいいかなと。でしかも相手歩がないんで香取って、おお銀打ち
銀はエロいですね。いや、わかんない、よくわかんない。これ銀打ちって何、これ角と間違えたのかな。いや、そんなことないよな。銀ってなんだ。銀はなかなか見ないですけど、いや、これはもう普通にこっち逃げときますか。まあ角打ちと同じような対応で、で次香取って4四香が打ちたいんですよ。なんで今のところで6三銀ってやると多分7二銀ならず、いやでもそれは 7三飛車があったか、いやそれでよかったか、間違えたな、飛車受けよかった、いやすげえ間違えたこれ間違えたな。飛車浮いて、まあ、7二銀成しかないんでしょ。 7二銀ならずだったら7三飛車ってやっといて困るんだったら、それならなんかしくった気がする。まあいいか、まあまあこれはね、香拾って4四香打ちたいんだけど、この瞬間なんかねえかな。え、この瞬間一回5四桂って打つのは、まあ引き締まってダメか。まあこう取るしかないですね。いや、これでなんかさ、あの 7四角成ってやられてね、4四香には4五歩用意されるっていう感じなのかな。でこれ場合によっては7七桂成同金かな、こうなんか直通みたいな流れもあるので、そうですよね、そんな感じになりますよね。でこれで一歩持たれてるんで4四香は打てないというわけで、桂を逃げるのがいいんじゃないでしょうか。はい、で次これ、8七成桂から7七歩って垂らしていって、じわ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 やっていくっていうのも手ですね。あとは何かあるかな。一応こっち8八に金がいるんで、相手の端攻めもないので、相手はどうするんだろう。これもしかしたら7三銀が間違えたんですかね。角と、お、飛車を取りきた、飛車を取りきたけど、まあ、8七成桂から成桂を使っていくのが自然は自然ですよね。はい、で次7七歩からと金攻めがかなりきついと思うので、ここで相手が何とかして暴れてこないといけないっていう将棋ですね。まあ、今のところで5二飛車とか逃げても、もう一回7四馬ってやられといて、まあ、飛車取りは変わんないんで、うん、まあ、これ飛車取ってくるのは全然問題ないです。問題は、まあ、飛車取って9一飛車って下ろして香拾って、まあ、ちょっとそれやだな。いや、まあ、やだけど、まあ、同歩ですか。まあ、6五馬とかいう手を見てるってことですね。6五馬は一応香車埋めときますか。いや、香車埋めて4五歩って打つのかな。どうしようかな、引こうか。いや、引くと歩たらかれんな。これ受け方が難しいですね。香打つと4五歩と打って、いや4五歩に7七金か、4五歩7七金で、耐えてる。香打ち5五銀は7七金ですね。なんで4三香4五歩同歩同銀は、ね、4四歩が残ってるんで、取らずに3三金と上がるで5五銀ってやってくるのか。でそれは寄るか、大丈夫ですね。それは8八玉で大丈夫ですね。ちょっと怖いけど、7三銀がなんか変なんだけどな。でこれ次7七金って上がれればだいぶ硬くなるんで、その歩突きはなんだ。まあ7七金上がっときますか。その歩突きなんだろうな。もしかしてこれ7七金とか上がってくんの。7七金どうしようか。いや7七金はしゃべってあげて大丈夫か。シャキってどう、シャキって7七成桂で大丈夫ですね。うん、なんでここで相手の狙いが何かってことですね。まあ、こっちはもう8八玉って寄ってから4五歩って逆襲する手もあるかもしれないですか。ちょっと難しい将棋になったけど、さあどうしてきますかね。7七金は5八竜同銀7七成桂ですね。銀引きは読んでなかったな。銀引き読んでなかったけど歩打ちがあるんで、これは怖くないはず。まあ今のところ銅成桂ってやると竜抜かれるんで注意が必要ですね。で次これ次8八竜とかやんの。ほーっとよくわかんない手だけど、7七歩は同金、
何かを狙ってるのかな、ちょっとよくわかんないけど、なんかこうなってくるともう 2四歩2五歩って伸ばしたいんだけど、ちょっとそれは大人すぎる。いやわかんねえわ、一回垂らすか。同金は竜ぶった切って成桂寄るのは一緒ですね。なんかね、 7六馬って上がってきて、もう無理やり4三の地点を攻めてこようとしてるのかなって思うんですけど、そこまでそれは大丈夫だと思いたいんだけど、とゆっくり指すんだったら2四歩からこう、ね、懐を広げながらするのもありかなと思ったんですが、なんだそれは、ね、ここまで来たらもう8八竜からでしょ、こうでしょ、8八竜から7八歩成を狙っていくと。なんでもしかしたら6七馬って受けてくるかもしれないですね。どうしようか、そしたら7九竜って潜っとく、ちょっと手が見えないわ。で、まあ、ゆくゆくは4五歩4六歩って伸ばしていく手もありそうですね。本当にやってきた。いやー、どうしようかなこれ、本当にこうしよう。でこれで次、2五の視点がね、2七の視点が薄いんで、これでこっちの懐を広げながら刺していきますか。でこっちはいつでも7八歩成から、ね、金駒手に入るんで、タイミングよく2六歩同歩2七歩同玉3五桂みたいな感じで攻めていければなと思うんですけど、さすがにこれは4五歩1回突きたいですか。で場合によっては4六歩から4七歩台を狙っていくと、今すぐはできないんで、でこれで2五歩2六歩を狙っていく感じですね。これはさすがに良くなってると思いたいが、相手がねこれいつでも下取れるんで、ちょっと怖いはあるんですよね、ちょっと怖い感は。いやーこれ迷うな、多分狙いは5四歩なんですよ、5四歩同歩同成桂なんですよね。いやここでさ5二桂打つのはちょっと弱いですよね。いやめっちゃ迷うなこれ。いやここでひよるのもおかしいけど、あひよってしまった。いやこれはおかしいな。まあ、5四歩同歩同成銀の時に4四歩がちょっと気持ち悪かったんですよ。なんでこれで1手を稼いだってことなんですけど、まあこれでも5四歩ついてくるんだろうな。5四歩同歩にどうすんだろう、5四歩同歩5三歩、あとここで1回9三飛車って一応逃げとく手もあったかもしれないですね。で多分ここで相手も3八金とか1回埋めてくる可能性もありますね、埋めてくるというか、うん、守ってくる可能性もありますね。どうしようかなこれな。歩打ちはまあ同金しかないんで同金取りましょう。狙いは歩打ちの、歩打ちの狙いがいまいち読めないけど、あとこれもう一回 6四銀とか成銀とか引いてきたら、場合によっては6二飛車から銀を取りに行っちゃうという手もありそうですね。次もう2六同歩2七歩って打ちますか。さすがにうんですよね、さすがにうまくやればいいはずなんですけど、7七桂も跳ねておきたいな、ここまで来たら。いやーわかんねえけどどうしようかな、いろんな勝ち方がありそうな気がするんですけど、まあ一回は浮いてみるか。どうやって勝てばいいんだろう。一回7九竜って潜って7八歩成同銀だったら、あの2九の視点まで聞くように しておくのも手ですか。ここですぐ5四歩はないはずなんで、一回ここで潜ってうんで7八歩成同銀、まあまあ2六歩同歩2七歩同玉だったら7八歩成ってやれば、同銀だったら2九竜とできるよと。ただこれ相手の受けも結構効いてるんだ、ちょっと嫌ですね、ちょっと嫌ですが、8八成桂から8七歩成ってやって、いや8な、うーんよく分かんないわ。
なるほど。なるほどね。もう攻めてこいよ、いい加減ってことですね。いやー、まあ行きますか。まあ8三歩成が入っちゃうとちょっと気持ち悪いんで、この瞬間、まあ、3三桂まで入れたかったんだけどな。本当に決めるのか怪しいですね、これね。決まればいいんですけど、叩いて同金なら3五桂で多分大体寄ってそうなんですけど、同玉で7八歩成、まああとは逃げる手もありますね、全然1八玉とか。なんかね、相手の馬がねやたら効いてるんで、気持ち悪いんで、気持ち悪いんだよな。でも同金もあんのか。同金3五桂でおとなしく、おお、なるほどね。まあセオリー通り端玉には端歩でいきますか。で同歩だったら、まあ一回同香って入れるのかな。寄せ切るのが大変ですけど、それか、あ、9五歩はない、さすがにないよね。うわ、ここで来るんだ。まあ取り込む一手ですね。取り込んで飛車を取った時に7八歩成からどんだけできるか、うん、どんだけできるかですね。で相手の、一応相手の聞き時には多分大丈夫だよな。でこれ次、飛車を取ったら7八歩成ですね。うん、17歩成同桂16歩は27玉とやられたら桂打って、それもあんのか。すんげえ迷うなこれ。うーん、歩なって同桂歩打ち、ただこっちの強化いなくなると1二飛車が怖いんですよ。歩なって同桂歩打ち上がる桂打つ、一回歩なるか、一回こっちほぐしますか。うん、一回ほぐすか、一回ほぐしましょう。まあ、これで多分相手から早攻めがないはずなんで、まあ、同金か同金か、まあ、できないよな普通な、これな、同銀も同金も。で次6八金と、6八と金と取れればだいぶいいと思うんですよね。で、まあ、だから2七金とかやってくるのかな。2七金で3五桂、2七金3五桂、3六で頑張ってくる。歩たたき、これ一回6八ととやってみたい。同馬で強走ると、いやーなことないか、取るか。いやこの利かしは微妙ですね。桂持たれたらちょっと嫌なんですよ。だから多分取ったら2七金とかやってくるのかな、もしかしたら。取るか、これが微妙な利かし。救急車、救急車はね8八玉で受かってると思ってるので、まあ次相手何もしなかったら6八とですね。でなんか2七金とかしてきたら、前の手6九とも、6九ともあるかもしれないですね。どうすっかな、難しい。まあ1七歩成から1六歩っても全然あったんですけど、その方が良かったかな。あ、なるほどね。なるほどね。ちょっとびっくりした。びっくりしたが、どうしようかな。桂打ちがあるのか。桂打って引いてし。これで負けたらショックなんだけど。ちょっと待って、考える。めっちゃ考える。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、これはね、同歩なりで勝ちだと 思ってるんだけど、桂打ってまっすぐ上がってしちゃう、微妙か。ちょっと待って、グレイ。うん、取ってしまえ、こっち。いや、わかんねえ、わかんねえ、これちょっと待って。これで負けたらショックでかいよ。ショックでかいけど、桂でしょ？一応相手斜めがないんで、そこの時に、一応2、3に上がっとけば大丈夫なんですけど、ちょっと怖いよね。ちょっと怖いよね。うーん、まあ、こうするか。
斜め落ちると8五馬がちょっと怖いんですよ。これで次は1七金から、そうですね、詰めろなんでなってくるしかないと。でこれは詰めろかどうかだけど、まあ詰めろじゃなくても普通取るよね。だって金子渡せないもんね、相手に。角取った手が詰めろになってるかどうか。まあ普通取るよな。ちょっと怖いっす。これ負けたらショックだな。もうちょっと駒入れば2八金からバラして2七歩打って3五桂から詰むんですけど、もうちょっと駒欲しいですね。強打ち、強打ちか。とりあえず詰めろ。まあ2七桂ですか。それか2八バラして歩叩く。ちょっと怖えよな。やっちゃいそう。いやダメだ、それダメだ。2七バラして桂打つと1六香があるんで、なんでこの将棋になっちゃったんだろう。でこれはね、いつでも2八バラして2七歩から3五桂って跳ねれるんで、それはいいんですけど、ここで2七玉だったらまあ大丈夫か。それはとりあえず、いやー分かんなくなっちゃったな。真っ白、いや分かんねえ、マジで分かんねえわ。ちょっと待って、全然読めない。これもいい勝負まであるんじゃないこれ。飛車取られて向こうがねやたら寄りづらいんですよ。飛車だけでしょ。いやー分からんよ。金で割らして歩叩いてよってダメだもんな。あマジで分かんねえ。3五金だったかな今。3五金もな、何でもないんだよな。一応これ金取れば詰めろになるんですけど、ただね2七玉とかやられた時にどうしようかなってちょっと思う。そこで3五金だと、あこれで、わかんねえ。わかんないっす。今7七取ってもあったかな。なんでもないもん、7ともな。さあどうでしょうかね。何指していくんだろう。飛車で王手 ?9 号とか1号とか。寄ると腹飛車打って上がって耐えてると思ってる。やっぱ1七歩なり同桂に1六歩ってやるべきだったんですかね。ちょっとひよったから危うくしてますね。そっから下か。まあこれはもう金合いしかないと思ってたんだけど、飛車打って香打って、まあ逃げるではないんで金合いですね。これで寄るの？寄るんだったらもうごめんなさいなんだけど、まあ1号車とかはもう1三角と打つしかないですね。でこれで相手の飛車も詰んでるんで決めきらないとやばいよっていう感じなんだけど、まあ、桂馬打てるからな。で金打って引いて飛車打って寄って、これ寄ってんのこれ。桂打って斜めに落ちて金打って、ん？まっすぐ落ちると飛車打ち引く。まっすぐか。斜め落ちると1、2飛車が気持ち悪いですか。で香打って金打って引いて馬入ってまっすぐ落ちますか。
で金打って落ちて、金打って3-9、3-1に落ちて、で3-2飛車、4-1玉で8-5馬だったら5-2香と打ちますか。それで1枚足んないと思ってるよ。その時に向こうがちゃんと詰むっていう話でもあるんですけど多分詰むよね。いや怪しいな、4-9に効かないと怪しいな。まあこれは斜めに落ちといて、なるほど、ちょっと受けに効かしたんですね。飛車でばらして、多分ここで桂成りの時ですよね。飛車でばらして、で2-7歩、同玉、3-8角、2-8玉、香打ち引く、ちょっとわかんねえぞちょっとわかんねえぞ、詰まなかったらやばいぞ。マジか、そこでかよ。おい、ちょっと待って、その手はね1秒も読んでない手ですね。1秒も読んでないんで、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ここで受けに回ってくるのか。飛車、いや待ってくれ、一応多分詰めろ、多分詰めろ5-9飛車。いや単に金取ると同玉ってやれた時に寄せがちょっと分かんなくてこうやったんですけど、どうだろうなこれな。29左から、まあ金打てば詰まないんですけど、まあ桂な、ここで23桂成で飛車成りの時に金受ければこっちを詰めるのが消えるんで、まあまあまあと思ったんですが、どうやって受けてくる。4-9歩ですよね。4-9歩の時にここで金を取って同玉に、まあ6-9飛車成が相当かなと思ってるんだけど、桂馬が入ったらやばいとかある、ないよね。一回取りましょうか。待てよ、この桂成が詰めろじゃないって落ち、詰めろじゃないって落ち。いやあるなそれ、いやもう行くしかないもん、これあるな、これこれが詰めろじゃない説あるな。飛車を使ったことによって、いやーやってきたー、マジかーこれが詰めろじゃなかったらちょっとショックでかいんだけど、5-9飛車がねクソみたいな手になってますもんね。 だとしたら、マジで、でも打つしかないよねこれね、打つしかないよね。うん、でこれで王様の端に上がってきたら香車打って飛車寄りの一手なんですよ。うん、これはね香打ちが飛車寄りしかないんで、だからもうちょっと受けれるかもって思ってる思ってるよ。うん、あ、打ち歩、マジで、え、打ち歩じゃない、うん、ちょっと待って、パニックパニックパニック、角打って落ちて打ち歩なんですよ。なるほどね、打ち歩なんだ。打ち歩どうしよう、飛車引かれて打ち歩だから、いやーちょっと5-9飛車が悪手すぎたのか。打ち歩解除はどうすればいいのこれ。いやマジかマジか、これ負けんのか、マジか宇宙解除ができないですね。歩叩いて同飛車に宇宙歩解除方法がわからないんですけど、なさそうだな。まあ一回歩打ちますか。いや飛車寄るしかないと思ってたな。いやちょっと待って、解除できないし王様寄るのも早逃げも
馬入られてもう無理でしょう。いやーこれきついな。ちょっと頑張ってみるか、ちょっと頑張ってみるか。これきついな。馬入りがね、金上がり、馬潜って金上がり、あ、まあ一回6三振って打つとそれはちょっと詰みそうですかね。6三歩と金捨て金打ち、もうちょい粘ってみますか。ごめんなさい、一回6三歩は金打って上がって成銀入って引いて、いや向こうがな全然詰まれんだよな。いや参ったなこれ、向こうが詰まないとは思わなかった。まあ同馬から詰みなんかな。同馬同同馬同玉で金打ってで落ちて、あー強があるわ、強があるわ、俺が挙げた強があるわ。いやこれ負けたのひどい、ちょっと検討しましょう。はい、これはあと金打って寄って強打ち詰みですね。あれ、あーまあこれでも詰みですね。成銀入ってきて、あと下何もありますね。でこれどこ引いても金で済みなんだよね。はい。ありがとうございました。ちょっと感想戦しましょう、感想戦。これはひどいぞ。まあまあ多分、まあ、ちょっとのんびりしたのはこの下受けがちょっと悪手だったかもしれないですね。まあでもまあ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 、それは置いといて、ここからね寄らないはずはないんですよ。ここですね、ここで。まあ、シンプルなのは、まあ、歩だったけど、シンプルなのはやっぱり、17歩成、同桂に16歩が一番シンプルですね。それで寄ってれば話は早いんですけど、まあ、歩成も、入れるタイミングがあったのかな。まあ、これも普通だもんな。で、ここで歩成も全然ありそうですね。7八歩成、同銀、同成桂、同金、同馬。いやでもこうだよな。でここで、ここでね8七馬が見えてなかったんですよね。なんでここで6八取っちゃう。で同銀だったらね、6一9取れるんで、そうですね、ここで6八取るのが一番自然ですかね。6八取って同馬だったら、まあ同竜とやってしまって、で2八ばらして2七歩ぐらいですか、まあ、4九角とかですかね。そんな感じだったな。うん、6八と同馬同竜同銀に4九角が詰めろなんで、受けづらいでしょう。4八飛車とかだったらもうね、 2八金でばらしちゃっていいし、いやこれ負けんのはひどいな。うん、でこれ同歩成ってやると、まあ、桂打たれて斜め上がって、まあ、同歩成が自然か。ちょっと欲張りすぎてますもんね、これ。うん。ここもそうですね。ここも、同歩成が自然ですか。同歩成って言っとけば、一応、飛車取りにはならなかったんで、まあ、同歩成、24桂に、23玉、12桂成、同玉。で、強打ちには桂合いくらいしておいて、相手の駒が下1枚なんで、その方が、寄らなかったですかね、こっちの王様はね。いやーひどかったな。ちょっとこれ負けたのはめちゃくちゃひどいですね。うん、まあ、でもねこの局面はもう多分いい勝負だと思うんですよね。この局面はちょっと悪いかもしれないですもんね、これ。でこれで竜逃げてるようじゃねえって感じですよね。まだまだトロトロトロって桂打ち、桂打ちもどうだったのかな。そう、4九角って打ちたいんですけど、相手の馬がいるんでなかなか打てないってことで、かといってこれ3五桂とか打っといても別に何でもないしな。まあ、ここで2二玉って寄ると2二玉が良かったですか。あ、2二玉はありえるのか。ただまだ桂取られて、桂取られて1一飛車とか下ろされといて
ちょっと嫌だもんな。嫌ですね。やっぱ難しくなってますね、ここね。でもさ、3二金って埋めるのはちょっと嫌じゃないですか。すげえ長引くし。まあ、勢い桂打ちたいよな。いやいや、難しいですね、これね。桂打ちでしちゃうって。これで、そうか、3二玉、あ、これ意外とあれ？これ意外とさ、いやダメか。一四玉はダメですね。一二飛車で詰んでるな。こうするしかないよね。で、飛車打って引くしかないでしょ。で、ここなんです。ここ。ここでね、ここで、三八桂成は、さすがに取るしかないと思うんですよ。こっち、二八が飛車になるんで、三八桂成、二三桂成は、2八飛車、王様上がって、香打って、ん？あ、金打って、ん？ちょっと待って。さすがに寄ってるよね。うん。あ、そうですね。金1枚あるからね。違うからね。寄ってますね。詰んでますね。3八桂成、2三桂成は、2八飛車上がって、香打って、風合いしたら、2七角から1八金までですね。それは OK です。だから、3八桂成は同玉なんですよ。で、その時にね、例えば4六歩って突くと、4八歩って受けられて、めんどくさいんですよね、これね。かなりめんどくさいんで、一回飛車下ろしたんですけど、いや、この歩打ちで、これで放置されるのがあったなっていうことですね、これ。うわー、きつかったな、これな。ここ、勝ちあると思うんだけどな。なんかありましたかね、これね。2二香とかはね、2三桂成ぐらいでも、なんかダメな気がするんだよな。3八桂成同玉に決め手があれば、いやー、よくわかんないな。3八桂成同玉、4六歩、4八歩に3五金とかやるんですか。それが詰めろっていう話もあるけど、それで、まあ、どっちがいいか分かんないみたいな感じにしとくのがやっぱ一番良かったですかね。うん。まあ、これはもう明らかに詰んでないのもな。これでね、これもね、まあ、飛車寄りでも多分、ダメだったと気がするんですよ。1号飛車、同香、同玉の局面が、多分ダメなんですよね。多分。うん。だからやっぱり5級飛車はなかったですね。5級飛車がやっぱ一番悪手だったかな。てな感じです。はい。まあ、ということでですね、今日はなんとか負けてしまったんですが、なんとか負けたとおかしいな。いや、これ悔しいな。これ悔しいけど、まあ、しょうがないです。これが実力ということで、はい。いやー、ちゃんと寄せたかったなー。だいぶいいですもんね、これね。多分。まあ、でも、言うてあれか。言うて、小回り的には、景気を拾って銀。でも相手のね、7三銀が相当悪手だと思うんですよ。だから、ここで、あ、そっか、ここでさ、9三飛車っていう手もあるのか。で、7四馬だったら、ね、と金、あ、でもそれもあるか。微妙ですね、うん。一番勝ちやすいするにはどうすればよかったんだろう。まあ、これも次、5四歩が気持ち悪いですもんね。まあ、ここで一回利かしで6二飛車って回っとくのも手ですか。で、5四歩同歩同何系だったらもうしゃぶったぎっちゃうよっていう風にしておく方が良かったですね。うん。まあ反省はいろいろとあるんですが、まあ今日はこんなところで終わりにしていきたいかなと思います。ということで、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。だいぶ長い動画になっちゃいましたけど、最後までご視聴いただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価、グッドボタンお願いいたします。それじゃ、バイバイ。